まずは歌詞に込めたい言葉を子どもたちにキャンバに追加させます。これはテキストでも付箋でも構いません。追加が終わったらコントロールまたはコマンドプラス A を押して全てを選択、コントロールまたはコマンドプラス C でコピーをして次のページで右下のクイックアクションをクリック、マジック作文をクリック、コントロールまたはコマンドプラス V でコピーしたテキストを貼り付け、プロンプトを追加します。今回は以上の言葉を上手に組み合わせてストーリー性のある J-POP の歌詞を作ってくださいとしました。またこのようにタグの追加を指示しておくと後で曲にするときにより良い曲ができます。最後にひらがな版と漢字版の2つを作ることを指示して生成をクリック。挿入をクリック、 Alt またはオプションキーを押しながらテキストを複製してひらがな版と漢字版の歌詞を並べましょう。この歌詞を子どもたちに吟味させ、必要に応じて追加したり削除したり変更したりさせます。歌詞が決まったらひらがな版のテキストをすべて選択してコントロールまたはコマンドプラス C でコピー、スノー AI を開いてクリエイトをクリック、カスタムをオンにしてコピーした歌詞を貼り付けます。スタイルオブミュージックに曲のジャンルや速さなどを記入、タイトルをつけてクリエイトをクリック、生成されるのを待ちます。生成されたら子どもたちに聞かせてどちらが良いのかを選ばせましょう。今回は2曲目を選ぶことにします。選んだ曲の3点リーダーをクリック、ダウンロードにポインターを当てて MP3 オーディオをクリック、ファイル名を入力して保存をクリック、キャンバに戻りリサイズ&マジック変換をクリック、動画をクリック、動画にチェックを入れて続行をクリック、このデザインのサイズを変更するをクリック、しばらく待ちます。デザインが動画モードに変更されました。テキストは邪魔になるので必要であれば全てコピーしてメモ欄に貼り付けておきましょう。テキストを全て選択して削除してアップロードをクリック、ファイルをアップロードをクリック、先ほどダウンロードした曲を選択して開くをクリック、曲の長さを確認して下のページ1の長さを曲と同じぐらいの長さに伸ばします。アップロードした曲をドラッグ&ドロップでタイムラインにドロップします。音楽が選択されているので上のページ1をクリック、再生してちょうどいいところで停止。S を押すとそこでクリップが分割されます。子どもたちと一緒に聴きながら適当にページを分割していきましょう。クリップの分割が終わったら子どもたちと一緒に歌詞や歌に合わせてデザインを編集していきましょう。必要に応じてアニメートでアニメーションを追加していくと良いでしょう。友達との思い出、笑顔でいっぱい。夢を追いかけて一緒に過ごした日々。
それぞれのクリップを分担して作業すると早く出来上がります。編集が終わったら曲をクリック、ビートシンクをクリック、今すぐ同期をオンにしてビートシンクが完了するのを待ちます。あとは再生しながらクリップの長さを微調整していきましょう。楽しかった運動会、みんなの笑い声、先生の優しさ、新しい旅立ち、校庭の風景、音楽室の思い出、ありがとう友達、カレー以外の給食が美味しかった、忘れられない授業、図書館の本、交換を歌おう、思い出の校舎、心に刻む日々、喧嘩してもすぐに仲直り、未来への一歩、気が消化調整が終わったら共有をクリック、もっと見るをクリック、公開閲覧リンクをクリック、公開閲覧リンクを作成をクリックしてコピーをクリック、このコピーを共有すると作品をシェアすることができます。友達との思い出、笑顔でいっぱい、夢を追いかけて一緒に過ごした日々、愛好きな学校。保存したいときは共有をクリック、ダウンロードをクリック、ファイルの種類を MP4 形式の動画にしてダウンロードをクリック、 MP4 としてダウンロードされます。ぜひ作ってみてください。超絶簡単です。